嫌そうな顔してる。とりあえず大会名と日程、あと参加人数。大会名、アンダーナイトインバースエクセレイトエースと、8月8日土曜のね、大会ですね。あ、今日9人、9人で、フォノンが3人、シングルですね。あれ ?3 人でしょ、フォノン。フォノン3人。フォノン3人だね。新キャラがやっぱ来るね。瀬戸が2人。アノン先生、今日ハイズじゃなくて瀬戸なんだね。大会のキャラの分布が、瀬戸2、リンネ1、フォノン3、エルトナム、カーマイン、メルカバですね。はい、じゃあじゃんけんで台が決まりまして、ゼロ回戦に行きたいと思います。あ、今日もぎちゃん仕事じゃなくて布団なの？今布団の中？仕事終わりにお布団には勝てなかったよってなっちゃいましたね。この私が見たことは、じゃあ対戦初心者ってなってるけど、これはアナン先生のセットですね。リバイト、キラさんが緑色のフォトンじゃない、フォノン。これはいい中段が1個入る。画面端のコンボは自分には繋がらないが、波動で全身を抑制する。上位は通らず瀬戸のターンになるが、がワンコンボ決まらず、だがこれは補正切りの形で、もうワンコンボ美味しい形。あ、セグメントからのダッシュビーが刺さり、ダッシュビーの補正は今回はそんなに、あ、なんか護衛に、よく分かってない、よく分からないまま1本取ったのはアナウン先生のデータですね。ダッシュし、開幕からダッシュし、やる気ですね。これはバグが発生してしまうが、コンボの火力としては高い。一戦が通る、暴れが通るが、コンボの負担にはならない。厳しいか、このまま画面端を維持するコンボを1つ、セグメントを相手の後ろ壊せないが、中段が決まり、ホノンが相手のキャラクターをつかむが、これは EX 昇竜でおとがめ。勝ったのは、対戦初心者アナ先生の瀬戸ですね。おめでとうございます。言ったはずだ。これこのまま続けて1回戦よりはこっちやった方がいいよね。冗談だとでも思っていたようだな。こっちやった方がいいよね。ゲームオーバー。リュウチョさんがやってる。じゃあ俺と赤飯さんですね。別にリュウチョさんが変なことしてるわけじゃないってば。リュウチョさんやってるから。いいよ、完全に身内だからね。赤決めじゃんけんいらないよ。広川さんカードなくしすぎ。はい、メルカバーエルトナム、広川さんのエルトナム対セキャンさんのメルカバー。メルカバーちょっとやっぱりね、カーマイン結構やったけどね、きついところはきつい。 3C が結構機能するようになったんですけど、さあエルトナムは新要素が 3C ためやらガクってやらで、特に基本的に変わったところはやはりきっちゃあるけど、ここら辺がメルカバでどうなっていくか。さあワンコンボはメルカバ手術してキビから正面のコンボを見つけてしまう。おっと 6B が折れてしまったが、それともキビを狙ってなぜか中断をしていたか。確定の場面だしね。さあここでぐちゃぐちゃになってコンボを押し返して、ここは完全に追いつかれたらメルカバパンチラのコンボで投げ端で移動をジャンプして、ちょっと当たったじゃねえか。シールド噛み合って割れてしまう。シャーリーさあこれは読んでいたか。避難目がある。はい、ニノたち日本選手はメルカバーセキャンダー。
か。ボビがなんかと噛み合って射撃をしたか。鉄をかぶ、このキャラはリーチがあるんでね、射撃とかしちゃうと噛み合ってカウンターもらうことが多いです。さあ、ロックビーが繋がって、ここはちゃんとバレルに繋いでいく。ヒロードちゃんとして、ここへ空中くらい飛んでいったか、ダネビーか、ダッシュし、威嚇。さあ、炎昇竜で、反転技を先っていく。あと、ゲージがかけない。射撃、鋭角、射撃。ジャンプ読みのキー捕獲。さあ、グラス潰し。栄翔龍が強い。さあ、まだ分からないぞ。さあ、取って投げ。おっと、2秒越していたわ。おっと、ここは落ちている。おっと、判定技は出ない。取り返していく。広がるターン。さあ、ゲージ状況はボブ。さあ、テイクウッドからジャンピージャンピー、お互いダッシュしてて、投げを制したのはメルカバカワ。で、なに、まあ CS 剣ね、 CS 剣をゲットするために最近 VO にハマってるよ。さあ、虫を出したが EB。 さあ、これはボーカル本体が美味しい。500ダメージ、ボーカル込み。CS が出なかったか、投げ、完全に投げが出ていたが、やってないという声が。さあ、昇竜、昇竜からコンボできる。さあ、コロコロしているか。おお、ギリギリ残った。あー、ボエー、やがり C ランだかなんかしてたが、出なかったのかな。まあ、ちょっと危ないところでした。勝ったのは広川さんのエルドマンです。おめでとうございます。はい、次インデックス。この私が生まれたてのルーキーはミンチ。ここまで自力を探すなど。席はいっか。ゲームオーバー。はい。あるよ。最速5番組は最終段がシールドを取れると確定が取れます。2尾は無理です。5番です。なのでカーマイは無理です。そしてカーマインは今回暗転返しの駒投げが投げ無敵なくなったので、ランダの投げ無敵がついたんだ。 C ランダに投げ無敵がついたので、暗転返し駒投げとかやると痛い目も食らいます。なんか同じ理由でワレンとかも無理みたいですね。面倒なのと出くわしたの。行くよムニー。ああ、あれ確か相打ちになるんじゃないかな。さあ、反則クルガが噛み合って、マンゴキネのアリネ。ちょっとコールの調整ができなくて、自分が噛み当てに行くが、ここへ敵やらしく固めて投げていくが、ちゃんと投げ合ってくる。おっと、バックスがダッシュし、ダッシュ B か、さあ噛み合って、さあちゃんとグリッド溜めていく。おっと、昇竜で流れを持ってこうとしたが、ちゃんとガードしている。めっちゃ暴れてたよ。あと、ここはニアバレが通る。さあ、VO して CS ゲット。フリップと、さあ、この引き寄せの絡みね、投げを似合わせてすごいいい絡みですね。昇竜拳。いやー、ここは厳しい。ちゃんと丸みしていた。さあ、この時に暴れ潰し。このキャラも、どっちのキャラも暴れ潰しが強い。さあ、アタック潰し、ちゃんと投げを抜いていく。おっと、グラス潰しが通って、目は覚めたか。丁寧ですね。大会では丁寧なインデックス。さあ、まあ言うて、ほら、心臓まで一番リップ高いから。投げが通る。あー、おーっと、すごい遅らせたの VO だったが、ちゃんと様子を見ている。中断。
強欲です。さあコンボがミスってしまって逆にワンコン、これはもしかしてもしかしてやっちゃうよね。バリ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 、ゲッタッゲッタッゲッタッ、ちゃんと完走していく。勝ったのはインデックスリンク、ね、です。おめでとうございます。どうしよう、まだいいんじゃない、紙面さんの方、紙面さん、どうした、この幼い身を見て仏心でも湧いたのか。しらきさん遅いよ。だとしたらお前のその甘さは命取りだ。遠からず死ぬぞ。しらきさん貴重なヒルだが、はい、じゃあ紙面さんとアナン